皆さん、こんにちは。スイッチサイエンスチャンネルです。はい。今日は、開発の大木さんと、ブログ書いてをくれた鈴木純也くんに来てもらっています。よろしくお願いします。今回はですね、GPSRTK のピッチ変換モジュールということで、新しくスイッチサイエンスから出します。それの話をしていければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まず、えー、この GPS-RTK、どんなところが特徴なのかなっていうのを、えー、大木さんにお伺いしていきたいと思ってるんですけども。えー、GPS-RTK モジュールっていう、U-Blocks っていう GPS、GNSS ですね、正確には。モジュールでは有名なところですけれど、そこが作った ZEDFQP っていうモジュールを搭載した GPS 基板、まあ、ピッチ変換基板ですね。 で、このモジュールは何が違うかっていうと、今まではその g p s のモジュールをパソコンにつないで、で、結構ちゃんとした計算をしないといけなかったような測定がチップ単体でできるようになってしまうというのが大きく違うところです。まあ、その分お値段もちょっとそこそこなんですけど、今まではその結構色っとし,しょっていかなきゃいけなかったものがワンチップでみたいな。 実際に、まあ、それを使ってみて記事を書いてもらったんですけど記事がきっとこの動画が公開される頃には公開されてると思うので、まあ、記事を見ながら話していければと思うんですけど実際使ってみてこれどうでした使いい、勝手良かかったですかはい使い でででは専用ののソフトがあるのでそれ使うとすごい楽でした、ね、ユースセンターっていうブログ中でも触れてるんですけどそれだけで記録から設定すべてができる感じでしたねこの GPSRTK 位置変化モジュールっていうのは単独即位と RTK 即位っていうのができるということで、はい、まずは単独即位からやってみたと思うんです、ね、はいそうですね<れ>、うん、まあ僕自身 GPS ロガーを何個か作ったことあるんですけど、うん、今回の GPS モジュールは圧倒的な精度で驚きましたね そうですよねこれ見ててすごいなと思ったのが、はい、特に山間部走ってるとき、ね、そうなんですよ、この記事だけのために徳島県の林道まで行ってきたんですけど、<laughs> 遠くないですか、まあ林道ってやっぱりあの上空を木で覆われちゃってるんですよ、で木ってあの水分含んでるんで、あの今までの GPS モジュールだと結構あっちこっち間違った方向を指しちゃうんですけど、うん、そんな環境でも,もうバっちしこの道を指すっていう、F9P ですか、このチップはすごいなと思いましたね、本当に。な、うん、なるるるほほどど実際、まあ、RTK RTK でついてるから R T K 即位がめ メインなのかなと思いきや、割と普通に使っても、普通の即位でもすごいですね。うん、はい、わりました。じゃ、次、R. t K. の話。これ、基準局っていうのが必要なんですね。 ブログの真ん中辺かちょっと下ぐらいにイラストを貼ってもらってるので、それを見ながらだと分かりやすいと思うんですが、単純に GPS の衛星から来た信号だけではなくて、基準局っていう、もう地上のどこにあるっていうのが正確に分かってる局からの信号、誤差信号みたいなのを受け取って、その衛星から来た信号と誤差情報みたいなのを足すことによって正確な測位ができると。 この説明だと、本当 RTK じゃなくて、えっ、ー、と DGPS じゃないとかって言われるんですが、<laughs> そこはですね、解説したページがいっぱいありますので、その辺をご覧いただくとして、まあ要は自分単独ではなくて、正確な位置が分かっているところからの情報も受け取ることによって精度を上げるということですね。なんかすごい頑張ると、センチ単位の精度も出るということですが、多分でもそこまでは出なくて、1メーター未満ぐらいの精度になるぐらいなのかなとは思っていますが。 今までだと数メートルの精度だったのがメーターを切ってセンチ単位の精度が出ると。 ただ、あんまり基準局から離れてしまうと、だんだん精度が落ちていってしまうので、基準局から、まあ、いいとこ20キロぐらいを範囲で使いましょうというところですね。だから、工事現場みたいなところだと、まあ、自分で基準局を立てて、で、そこと移動局自分ですね、を使って測定するんですけど、今回はいろんな方がですね、ありがたいことに基準局を立ててくれているので、それを利用させていただいたというところですね。それがこの善意の基準局掲示板ってところに書いてあると。 今回あの、ブログを書くということで、GPS のモジュール1個だけ牧ー店長から渡されたときは、かなり絶望したんですけど、<laughs> <laughs> その善意の基準局、掲示板っていう、あれはトランジスタ技術さんがやってるんですかね、そこのページで、今回、あのテレワークだったんで、自,自宅から最寄りの,あの田村事務所様からお借りし,したんですけど、そこの基準局がだいたい自宅から13キロ地点ぐらいだったんですけど、ここで即位することができましたなるほど、なるほど、結構ちょこちょこあるんですね。 これ東京都もちょいちょいあるし、まあ、でも神奈川は2つしかないのかこの掲示板ではそうですねあんまりないですね、うん、一応訂正しておくと全員の基準局掲示板は CQ さんではなくてサイレントシステムっていう北海道の会社さんが運営している掲示板ですね<笑><笑> で、この表をですね、で、住所で相当されていないので。神奈川県少ないようで、もう倍ぐらいあったと思います。横、横浜はないんですよ、本当に横浜は、稼働中なのがなかったんですよね。あそ,うそ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 う。結構止まるんですよ。そう、そこ文句言えないからね。はい。善意ですからね。そうそうそう。使う場合には、まあ。 ボランティアだよということを念頭に置きつつ、お願いしてみるという感じですかね。これ結構、設定が大変なんですよねっていうのを、ごめんなさい、最初に言えばよかった、ブログの最初のほうなんですけど。そうですね、大変というか、正直な話あの、ドキュメントを読む時間がなかったので、<laughs> うんうん、どうを設定すればいいのかっていうのをあの、手取り早く調べる方法がなかったんですよ。 であのトランジスタ技術の,あの2019年の10月号ですね、うん、あの偶然持ってたんでそこにもう事細かく書いてあったんでもうそれ通りにやったらもうバッチリ即位できましたあのそれを読めばこれムービーもあるんですよねムービーがすごい分かりやすかったですうんじゃあぜひこの製品をお買い求めの方はトランジスタ技術の2019年10月号を、はい、一緒にお買い求めいただければと思います、まあ、GPS について結構角谷君使うって話だったんですけどいつもこういう車に積んで 走るるみたいなことをやってるんですかはい、ずっともうログ取って、ダム巡りが趣味なんで、どこに行ったか分かんなくなっちゃうんですよ、自分でも。で、GPS でログつけて、あのスマホで見れるようにしてるんで。あでも、楽しそうですよね、はい、それ。楽しいっすよ、めっちゃ。<laughs> <laughs> 大きさ何かか GPS についいて話したいこととかあります,えとです、ね、まずこの FQP モジュールなんですけど2周波 GPS の衛星の電波帯って6つかな L1 から L6 までいろんな周波数帯域を使っていてでこのモジュールは L1 と L2 に対応していますっていうのを、えー、言っておかないといけないかなと思いました。 L1、まあ、っていうのがすごく一般的に使われているあのスマホとかにあとスプレーセンスですねあれなんかに入ってる GPS モジュールは L1 体っていうのをサポートしてるんですけどそれ以外に L2 体にも対応しているので L1L2 両対応のアンテナをつけるとより電波感度がよくなるというのはブログにも書いてありますけど一応お話ししておきたいなるほどですねこの最初に書いてある二周波対応の GPS アンテナを使ってくださいとそうですそうですあ<ー>で二周波対応の GPS アンテナっていうともう だから本当にその車とか船とかそういうのにつけるような結構ごっついキノコみたいなアンテナも結構あるんですけどそれは数万円してすごい金額なんですけど今回利用したその ANMB00 っていうアンテナだと1万円を切った値段で買えると思いますがまあ割と求めやすいかなと思います。あの結局アンテナの精度って大きさイコール感度みたいなところがあるので全部が全部これでいけるかっていうとまあそういうわけではないと思いますが。 使ってみてもらって、かなり正確に取れてるから、結構いい感じなんじゃないかなと思いますけどねそうですね。まあと、このアンテナ、あの線がめっちゃ長くて5メーターかなんかついてるんで <laughs> すごい邪魔なんですよね、持って歩くには。<laughs> 車につけるには便利でしたね。<laughs> そうですね RTK 測位の時はあは、車のルーフにつけて、うん、本当に屋外に出してないと RTK 測位できなかったんで、うん、そういった意味では有効な長さですね。まあまあまあ、でも別にこれ、防水ってわけじゃないんですよね。あでもかい防水とか あ、本当だ。I P 六七だと書いてあります、ね。裏に磁石がついてるんだよね。そうですね。すね車にくっつきますね、うん。あ、便利ですね。あとこの基板の U S B コネクターの横にシリアルの入出力端子と電源とグランドが出ていてですね。でこれがですね、スパークファンの,のクイックですか。クイックとは別にえっ、ー、と六<あ>ピンの二点五四ビッチの端子があって、ははうん、でそれがあのなんとかロガーってスパークファンのありませんでしたっけ。<laughs> あ、オープンログ。あ、そうそうそう。あ。 あのメ<で>メジャーなやつですね。そう,そう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 。このオープンログのピンが揃ってんですよ。なるほど。 なので、これ、オープンログをつけると、マイクロ SD に NMEA ログをたらたらと書き出すデバイスに、まあ、本当にだから GPS ロガーに簡単にできます。その情報、早く聞きたかったですね。ああ、そうですか、すいません。<laughs> や、わざわざあの徳島県まででっかいノートパソコンで U センター立ち上げてログ取ってたんで。あでも U センターがないと、多分 RTK 即位はできないですね。<laughs> あいや、単独即位の方で、まあ<ー>まあ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 。あ、そうですね。 ああなるほど。<laughs> いい情報が聞けましたね。ま,たね <laughs> まああとはク今見たらクイックのオープンログっていうのもあるんだね。あれなんか、うん、特殊で iSQLC の信号をなんかログするみたいでちょっと違うみたいですね。あそうなんだ。まあでも基本的に U ブロックスの i スクエア C 出力ってなんかシリアルと同じようなのがダラダラ出てくるみたいなあ。あそうだったような。ちょっと覚えてないですけど他のやつで確かそんなだったような気がします。 消費電力を抑えるために I2C を切るみたいなこともできるので U ブロックのデバイスはだからまあその辺は U センターで設定することにはなると思いますなるほど、まあ、結構外部のピンも出てますもんねこれそうですねいろいろ使い勝手良さそうな基盤だなと思いますはいあとなんかバックアップ電池載ってますねこれねそうですね自分で作っといてなんですけどあ割と便利に使えますよという基盤ですねはいはい、まあ、こんなところですかねでは、えー、今日はこんなところで終わりにしましょうか それでは、えー、ありがとうございました。<laughs>